イノベ地域の農業負担をロボットで、半分にさせてするという発表をさせていただきます。まず福島県イノベ地域の農業事情について簡単にお話しさせていただきたいんですけども、イノベ地域農業産出額令和2年度推計値で 148.3億円と、県全体では1900億円以上となっております。米をはじめとしてネギですとか、きゅうりですとか、野菜の生産も盛んな地域となっております。福島県の農業事情、問題として大きく2つございます。高齢化と人口減です。社会に説法になるかなと思うんですけども、農業事情者数平均67歳、販売農家数16年間で半減となっております。でこれらに起因して耕作地面積も減少をたどっていて、さらに言うと自給率も低下しますし、それによって獣害の被害も増えるというような問題がございます。日本全国と言っても過言ではないんですけども、特にイノベ地域とか福島県でこういった問題は顕著かなと伺っております。ですが逆にですね、新しい取り組みを行うことで、他よりも一歩二歩先新しい取り組み進められるんではないかなと考えております。その鍵となるフィールドワークス、その根拠を説明させていただきます。我々のメインターゲット、農業を中心とした除草を行っております。農業において大半がですね、草刈り作業となっております。左側にネギを作った場合の時間のグラフを示しているんですけども、大体3分の1以上除草作業に当てております。細かい管理の作業とか含めてしまうと、もう本当に半分以上草を刈っているというような状況で、これはネギに限りません。米でも大豆でも他の作物でももう本当に同様です。さまざまな農家さんにインタビューを伺っても、もう半分以上草を刈っていると、申し上げています。で草刈り現状どうやっているのかというところなんですけども、現状人力メインです。刈り払い機というものがございます。回転する刃、チップ層といったものに棒のようなものが取り付けられていて、こう刈り払うというような、動作で草を刈るものがございます。草は刈れます。ただとても大変です。自走式草刈り機というものがございます。手押し式のこう車輪がついていまして、こう押してですね、草を刈るもの、効率は非常にいいです。ただめちゃくちゃ重たいですし、悪路になってくると本当に疲れると、時間もかかります。大変です。最近ラジコン式草刈り機出てきました。で直接やらなくていいので、押さなくて持ち運ばなくていいわけですので、楽です。お年寄りの方とかでも負荷なく取り扱うことはできるんですけども、やはり使える場面というのは限定的になってきてます。どこでも使えるものはありません。また非常に高価です。他と比べて非常に高価。そしてこれら3つに共通して、いずれも作業中は結局人がつきっきりになってしまうといった問題がございます。つまり草刈り作業イコール人の時間、奪われてしまうといったような問題がございます。それを解決する手段、今までなかったんですけども、私たちフィールドワークスが開発したのが自動草刈りロボットになります。特徴3つございます。コンパクト、パワフル、フル電動、自動走行、そして安定安全な草刈り手法になります。特徴を説明する前に実際に動画をご覧いただきたいなと思います。会社の近くの空き地を刈っている様子なんですけども、この特殊なマーカーが取り付けられた黄色いパイロンですねの周りを、ぐるぐると自動で今草を刈っております。で、カメラを取り付けておりまして、AI とロボット制御で、自動走行しているというような状況なんですけども、マーカーを範囲を広げたりとか複数個置くことでいろんな地形に対応していくことは可能です。またこれ友達の農家がやっている大豆畑、あとこれネギ畑なんですけども、こういったところでも、このうね間を草を刈るような作業というものがございます。ここで走っている様子になるんですけど、うねのこう狭いようなスペースでも走ることのできるコンパクトなボディ、そして、アクロでも走破できるような走破性というのを備えております。で今日実際に新潟からロボットを持ってきて来させていただいたんですけども、先ほど申し上げたようなコンパクト、パワフルな走行性能というのに加えて、これフル電動で稼働します。でバッテリー式になっておりまして、もうこう農業機械とか工具使われているようなバッテリーを入れることができます。で、環境に優しいですし、音も結構静音です。そして安定安全な草刈り手法というところで、今この見づらいんですけども、前の方にこの樹脂製の刃がついています。でこちら従来の刈り払い機と比べて非常に安全なものになっております。
また他にそのナイロンコードといったものもございますので、そこは環境に応じてアタッチメントすることは可能になっています。こうしたロボットで我々は草刈り、土地管理を広く幅広い横展開で自動化をしていきます。具体的には空き地太陽光発電所、また畑の運営、田んぼのあぜなど様々な場面で活用できます。土地を管理しなければならない、農業も維持しなければならない、やらないことはたくさんあります。私たちはこのロボット技術で幅広く強力にサポートできるかなと考えております。草刈り手法の中心は人手です。やはり刈払機が中心です。私たちの強みは電動自動小型になります。ラジコン一部出てきておりますが、自動というものはまだない。そういったところでロボット技術自体が独自性です。またロボット開発ができるというメンバーも強みだと考えております。今20名以上開発に携わっています。全員ロボコンの世界大会とかで活躍した経験者 OB です。私たち創業者もそうです。機械回路ソフトをワンストップで開発できるため、素早い開発によって本当に欲しいものを素早く開発することができます。その証拠として、今年6月に創業しましたが、40回以上実験を行っていまして、実際の畑でももう15回以上実証しています。今こちらにあるロボット、10台目ぐらいのロボットになります。収益構造としては、草刈り事業と草刈りロボット自体を販売しています。草刈りをさせていただく中でロボットも実践させていただいて、よかったら買っていただくと。もちろん直販もやっております。で、今後全国に展開していって代理店等を介してサポートできればと考えております。トラクションです。クラファンで168万円以上獲得、創業5ヶ月にして5台以上販売契約を獲得しています。来年春導入予定です。大人数でしていた農業を少人数で続けられる未来を実現します。フィールドワークスでした。小倉さん、発表ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。まず、勝木委員、お願いできますでしょうか。一番バッター、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。一つちょっとまず質問なんですけど、全自動の草刈り機って他でもあるのかなって僕思ってるんですけど。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと私の言い方が悪い部分があったりとか、説明できない部分があったので補足させていただくんですけども、やはり一部出ているものはあります。例えばその果樹園向けにワイヤー貼っておいて自動で草を刈るですとか、芝刈りでこうルンバのように草を刈るものもございます。ですが、やはり芝ですと、草丈は短いですけど、刈ってほしいのはもう強い草ですので、枯れない草があったりですとか、我々の想定しているようなこう補助畝とかあぜとか、細かいような場所に入り込めるようなコンパクトさで、自動というのはなかなかないというような状況ですし、あとガソリン主体でやっぱり EV というか電動のものはあまりないというような印象です。ありがとうございます。それでもう一つ質問として、このロボットを使ったこう井上この地域におけるなんか世界観みたいなもの、もちろんさっきも画像では見せていただいたんですけど、はい、なんかこのロボットがこの地域で活躍することで、なんかどんな農業の未来があるかとかって、今フィールドワークさんとしてお答えありますか。はい、ありがとうございます。ちょっと会社を始めた経緯みたいな話にはなってくるんですけど、友達のメンバーで、米農家を両親に持っているメンバーがいまして、本当に草刈り大変だからロボットでしてくれないかといったことで始まったのがこのプロジェクトなんですけども、彼もやっぱり山奥に家があって、もうどんどん人が減っていって、もう正直もう維持できないと、やりたい気持ちは正直あるし、家も継ぎたいとも考えているんですけど、少人数だともう無理があるので、なんですけどもうやっぱり自動化というか、そのロボットで少ない人数でも維持をしていくしかないかなというふうに考えております。ですので、そういった人は少なくなっているんですけど、ロボットがこう毎日どっかで草を刈っていたりとか、人の助けをしながら、今までと同じかそれ以上のことができるみたいな未来を実現したいなと考えています。ありがとうございます。ちょっと長くなるとあれなんで、最後に1個だけなんですけど、多分そういうイメージをもう少しこう、言語化するとか可視化することによって、多分なんかビジネスモデルのあり方がもう一つ二つ変えれるんじゃないかなと思ってますと、はい、要はなんか単純にこう売り切ってしまうと、なんかずっと売り続けないといけないですし、今後も多分いろんなロボット出てくると思うんですよね。でそれをなんかもっと超えたこうビジョンをしっかり共有して、そのバックキャスティング的になんか必要なビジネスモデル、例えば複数で共有所有しながら、この地域っていうのはなんかそういうもうロボットが染み込んだ街だとか、なんかそういうところまでいけるとさらに面白いと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他の委員の皆様いかがでしょうか。はい、アシャ委員お願いいたします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すでにいろいろ畝の間を走っているところとかを見せていただいたんですけど、ちょっと簡単にそれぞれ教えてもらいたいんですけど、今のバッテリーでどのぐらい持つのかっていうのと、あとその位置制御っていうのはどういう形でされているのかっていうのと、であとプレゼンの中であぜようとかうねようとか用途ごとの話をされてるなという感じもしたんですけど、はい、ちょっと最終的に出すときっていうのはそのマルチなのかその用途ごとなのかとかいうところのイメージが分かればと思いました。あ、はい、ありがとうございます。まず持続時間というところでいうと、今電動工具とかに使っているバッテリー2つ搭載してまして、だいたい1から 1.5 時間ぐらい草刈り作業というのができる状態になってます。ですので、なくなったらこう変えるという話になるんですけども、ちょっと別のバージョンでソーラーパネル搭載してたりとかして、なくなってもこうまた貯めてみたいなところも開発中でございます。で、この複数種類が、専用機かみたいな話なんですけども、現状は8割同じで2割違うみたいな感じですね。ハードウェアやソフトシステムの構成はほぼ同じなんですけど、やはりこう現場によってちょっとこう草刈り機構が違うとか、その畝の幅とかを対応するためにハードが変わるみたいな部分はあるんですけども、やはりなるべく変えないで、また少しソフトを対応させるだけでできていくみたいなところは一応目指しているところにはなっています。であとちょっと制御の方法という話だったんですけども、先ほどは特殊なこうパイロンというかを画像認識ベースでやっておりました。で今現状そこまでできているんですけど、位置情報と組み合わせつつやることでより広い範囲だったりとか障害物があっても対応みたいなところを開発している段階になっております。はい、ありがとうございます。その他皆様いかがでしょうか。はい、岩井先生、委員お願いいたします。大変面白いご発表ありがとうございました。自動化っていう意味で人手が減らせるって話だったと思ったんですけれども、だからラジコンよりもこう優位性があるっていうところで、だけどこれって畝とかの場合だとさすがに人が近くにいないと無理なのかなと思ったんですけれども、どこまで自動化っていうのができるっていうことなのか教えていただけますか。はい、ありがとうございます。そうですね、やはり平地のその範囲ですと今できてて、で、畝は今まだできてないというところなんですけども、正直その位置補償の中である程度そのくくった範囲であれば、そのこう往復していってこう終わるみたいなところはできるかなと考えています。で、補助官のやっぱり切り替えとなると、今トラクターの自動運転とかではやっぱこう難しいというか、技術的な課題もあると思いますので、そこはその今後対応する考えていく必要があるのかなと思います。ありがとうございます。あと先々こう草刈りだけじゃなくて他の農業の作業にも展開していくという構想もあるんですか。そうですね、やはりそのヒアリングをしていく中でどんどんこれやってほしいっていうのは、ずっとあるので、今は手元で草刈りやってますけど、例えば逆に草を刈るんじゃなくて除草剤撒いてほしいみたいな、でタンクが重いのでこう持って運ぶだけでいいんだみたいな話をいただいたりとか、あるいはその収穫したものをこう隣で持ってほしいみたいな、そういったところもありますので、徐々にやって広げていきたいなというふうに考えています。ありがとうございました。ご臨時ありがとうございます。さあいかがでしょうか。皆様もちろん今後のところでのエールであったりアドバイス、そういったところもウェルカムでございますが、いかがでございますか。松田委員さん、松田委員いかがでしょうか。はい、いやもう私ちょっとそのロボットのドローを見てですね、はい、もう非常にもうすでに頑張ってるなっていうのはすごい思いました。でさっきちょっとルンバの話とかも出たんで、ちょっとそんな草刈り機もあるんだろうなと思ったけど、これやっぱりなんかすごいパワフルそうですよね。なんかそこがやっぱりフィールドさんの特徴なのかなともちょっと思いながらちょっと見ていたんですけど、でちょっと1個だけちょっと質問で申し訳ないんですけど、さっきコーンを4つ置いてその中をぐるぐる回ってる映像があって、であれはなんか自動でこうやられるのかなと思って見ていたんですけど、これちょっと見るとそのリモコンコントローラーもあるんですかね、両方使えるみたいな機能を備わってるっていうところなんですか。
ラジコンもできるかっていうことですか。あ、そうですね、はい。完全にこうなんていうのか、人手を離れて草を刈るっていうのが、コーンのこうぐるぐる回るようなこともできるし、まあ、一方あぜ道みたいなところ、まあ、ああいうふうなコーンを置いてやるやり方もあるのかもしれませんが、まあ、こっちのコントローラーを使いながらこうやるということもできるということなんですね。そうですね、はい。いやいや、でも本当なんか福島の農業から東北の農業、日本の農業、変えていっていただけるようなですね、今後の活躍にすごい期待したいなと思います。プレゼンありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。松井、ありがとうございました。はい、その他大丈夫そうでしょうか。よろしいですかね。はい、それでは一旦、はい、以上ですね。はい、小倉様の発表となります。改めて小倉様の方に拍手、お願いいたします。ありがとうございました。